まさか本当に想念を解放してしまうとは。ヒデラさん、見届け役とか言いつつよくも邪魔してくれたもんだぜ。いえ、先ほどあなたたちを襲ったのは私自身ではありません。どういうことだ。あれはかつて絶望に陥った際、大樹に囚われた私の想念なのです。長年にわたってオベリスクの番人をさせられていたのですが、さっきのであんたの想念も解放されたということか。ラクリモサで滅びた人々と森人に選ばれた人の想念だから、木が急成長するほどの想念が流れ込んだんだね。これならもしかして、私たちの文明が栄えた時代、母なる海から数多の種が大地の女神により地上へ招かれました。その頃から始まりの大樹による世界の進化が始まったのです。大地の女神。ええ、女神の名は大地神マイア。彼女は進化の真相を私に告げると、やがて姿を消してしまいました。それ以来地上を見守ってきましたが、このような事態は初めてです。どういうことだ。女神様なんて本当にいたのか。わかりません。蒸気を逸した大樹の存在を思えばあり得ることかもしれんが、とにかく大昔にそんなことがあったってことか。アドル、私は引き続き見届けさせてもらうとしましょう。君が私たちと同じようにラクリモサを受け入れるのか、あるいはその輪廻から逃れ新たな道を指し示すのかを。
のだぜ。入れますよ。
ちゃ。何なんだここは。氷に閉ざされた大地、大氷河期と呼ばれる時代でしょうか。何かあるよ。そりゃ、お宝発見。